コーヒーさくらの大西です。今日は、お客様からご質問をいただきまして、コマンダンテのこちらのですね、引き具合の調節のことについてお問い合わせがありましたので説明をさせていただきます。コマンダンテの、引き具合の調節はこの粉受けビーンジャーと言いますけども、こちらを、外しまして、中にあるダイヤルを回すことによって、調節します。で、回すときはこのハンドルをですね固定して、回さないと空回り してしまいますので、こちらのハンドルをつけて、固定して、ダイヤルを回してください。で、ダイヤルを回すことによってこの刃のにこの隙間があるんですけども、この隙間が、広くなったり狭くなったりすることで、粗さを調節します。で、今回したように時計回り、右回りに回せば、閉まりますし、時計の反対回り、左回りにすれば、間が広まって粗くなります。で、この時に、よく0の位置ということを、ちょっと、飛び交っているんですけども、その0の位置のを、はどこですかというご質問でした。で、最初0の1っていうのはなかったんですけども、今メーカーの方を確認しましたら、0の1っていうのは一応決まっておりまして、メーカーさんの方では、一応こうガイドとしてお伝えがありまして、このダイヤルを締めていって、あまりグッと最後まで締めると刃が痛むので軽くこう回していきます。で、そうするとちょっと若干硬くなるところがあるんですね。で、そこのあたりなんですけども、ただこのとこですね、ちょっと微妙で、分かりにくいと思うんです。で、メーカーの説明によりますと、この回していって、刃と刃が当たったところというふうに、あるんですけども、もう少し具体的に説明がありまして、刃と刃が当たって、かつ、このハンドルが動かないところというふうに説明が、あります。こう水平にしていただいて、ハンドルがこれ動きますね。この揺れるので。これは、0の位置ではなくて、これもう一目盛り、閉めます。そうすると、ハンドルはですね、こう動かなくなります。動かなくなるというか、もうこう横にしてもハンドルが落ちてきません。一つ緩めると、ハンドルが、こう、ぐらぐらします。緩んでいるんです。これが今1の状態です。一目盛り閉めると、ハンドルが動かなくなります。これが0の1というふうに、メーカーさんの方では、ガイダンスというか、ご案内がありました。で、中引きの場合は、私自身はここから数えて34クリック目、1、2、3、こう回していくとですね、カチカチカチと音がするので、この音を頼りにして、数えていって、34ぐらいがいいかなというふうには思っておりまして、お客様には相対をしてきているんですけども、メーカーさんの方だと、20から、30前後というふうに書いてありました。で、30ですね、例えば30に合わせようとすると、これを30回数えないといけなくて、結構大変なんですけども、このカチカチと音するのは、この刃に穴がこう、小さなくぼみが開いてまして、12個くぼみがあるんですね。で、このくぼみのところで当たるとカチカチと音が鳴るんですけれども、一周回すと12回カチカチ音が鳴るので、3周回すと36なんですね。なので、もし、30に合わせたいということであれば、数えてもいいんですけども、こちらを、固定、ダイヤルを固定しておいて、で、ハンドルを一周回す。これで12です。で、二周目で24。で、三周して36。で、もし30に合わせなければ、ここから6個戻ると。1、2、3、4、5、6。で、これで30ですね。30クリックになります。結構ですね、調節するのがめんどくさいという方も結構いらっしゃると思いますけども、もし参考になればと思って、お伝えをさせていただきました。私自身は、一度ですね、合わせれば、ほとんど微調整
その都度することはないと思うんですけども、まあ、お掃除されたりなんかすると、ここ歯を外してお掃除されたりなんかするとまた調節をしないといけませんので、まあ、今のような感じで、調節をしていただければと思います。あ、ちなみにこちらはですね、コマンダンテの MK3 という割と初期のモデルです。だから、6、7年前のモデルで、もうこれ自体はですね、ウエンジっていうモデルなんですけども、もう発売中止になってます。多分5年ぐらい前に発売中止になりまして、MK3 というモデルで、まあ、こんな感じになってます。で、現在は MK4 というモデルになりまして、ちょっといろいろなカラーが出てますけども、あと、こちらの入り口がですね、ちょっとくぼんでおってコーヒー豆が入れやすくなっております。で、ただ、まあ、歯も一緒ですし、歯の形状とか一緒ですし、調節の仕方は同じですので、同じように、やっていただければと思います。また最近発売されました X25 のトレイルマスターというのも、歯は同じです。こちらにある商品なんですけども同じですので、同じように調節をしていただければと思います。 X25 のトレイルマスターはですね、ここの隙間がちょっと、ここがですね、奥の方にあるので、まあ、ちょっと手を怪我をされないように、お気をつけいただければと思います。今日は、コマンダンテの、粗さの調節についてお話をさせていただきました。何かご質問などございましたら、コメント欄の方に、ご記入いただければと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。